はい、7番ホールパー4です。打ち上げの278と書いてあります。広いコースです。しょう、よいしょ。借りた？いや、すごいんですよ。こんなちっちゃいのに力がちゃあるんです。おお、爽やか。いいですね。いけ。乗ったかな？左奥かな？ナイス。ナイスバーディー。あれ、まあ、バンカーの先。ゴルフはどのくらいやってんすか？今年で4年目です。あ、4年目なんだ。立派じゃん。じゃあずっとゴルフ、お母さんと？いや、お父さん。お父さんと。落ちたかな？これ出すだけ？もう刻みで、簡単なクラブ。もうね、佐藤。はい、はい、安全に。おわしょ。ナイスオン。これもう20センチくらいですよ。イーグル？マジか、来い。はい。来た、来た、来た、イーグル。ちょっと。取ってないもんな。すごい。高木さん。後ろの人早いんだろ、結構。惜しい。もうびっくりした、ナイスパー。これレディースティーちょっとワンオンだね。高木さんワンオン狙うの？ワンオンいますよ。おお、見せてくれる。すごい。ホールインワンお願いします。おお、でもバンカーのとこに、バンカーの横、グリーン横。5番ウッドですか？スプーンで、はい。そうだよね。戻れ。ちょっと池に行ったぞ。手前？全然見えなかったです。手前ですか？水しぶきは上がってない。これもグリーンの横だ。
林？マンション。グリーン手前。タイちゃんと回ってどうでしたか9ホール。楽しいです。楽しいです。楽しいです。あとは余計なカメラいないんで独り占めしてください。はい、独り占めします。独り占めはダメです。高木さんと勝瀬さんもいるんで。3等分してください。タイちゃん3等分どうでした高木さん、はい、斉藤選手は僕の人生の中で一番上手い人と思われると思った。あ、そう。いや本当ですよ。ありがとうございます。後半も楽しんでください。はい、ギリギリでした。これドライ、よかったね。危ない。まさか。じゃあ打ちます。はい、打ちます。うん、はい、いまいち。ああ、スパお疲れ様です。この貴婦人方はどちらからいらっしゃったんですか。私は一宮です。一宮、はい、一宮です。母です。母、はい、親子です。はい、後ろのお二人はトヨタです。トヨタ、はい、初めましてですか、この4名は。はい、あ、そうなんだ、よかったですね。はい、まだ始まらないですけどね。はい、僕ら今これハーフ回ってきました。はい、斉藤選手です。はい、斉藤さんは今1アンダーで回ってきましたか。素晴らしい。やっぱり。おいくつでしたっけ。18です。いや、すごい。ちなみに12歳の孫がおりますけど。おー、すげえ。孫じゃないですよね。娘。はいはい。そう。その子も、はいはい、もう一応やるんですけど、ちょっとだけ、ちょっとだけ。女三代でやれるってこと。そう、そうなんです。だけど、すごい。私なんかよりあのセカンド飛ばしたりするので、うーんとかやるんですけど。え、12歳が。12歳なんです。すごい。だけどあんまり一生懸命じゃないんです。今他のことに興味があって。すごい。小林さん、お疲れさんです。もう分かりました。2時間で帰ってきたよ。早い、うん、早い、2つの耳早い。大ちゃん今2位。お、お、1位誰だ。2アンダー。すごいね。おえ2アンダー誰だろう。写真一緒に撮ってきますか。誰だろう。あ、分かった。あの黄色ズボンの人かな。インスタートの人だったよでもね。あ、じゃあ違うわ。うん、え、あ、そっか。ヨコちゃん今日ボリュームが高くて楽しいね。いい感じだね。合わせな、ちゃんとボリューム。昨日うなぎ食べてるから。うなぎ行こうか。トヨちゃんも行ったら。トヨちゃんも来たなら。はい、行ってきまーす。はい、はい、食べ放題です。帰ってきても食べれます。ボタン押すだけです。はい、めっちゃめっちゃめっちゃこぼしちゃった。で、ここでまた蜜をかける。すいません、拭くものいただけますか。こうやって失敗して見せるのが大事なことだと思います。うん、ごめんなさい。ありがとうございます。美味しい。ガリガリじゃないです、ふわふわの時に。安い、200円なら。お買い得。お買い得です。食べ放題ですよ。すごいと思う。すごい、岩村カントリークラブ来ましたよ。これはいいと思う。はい、これはいいと思う。マジです。はい、ぜひぜひ。岩村カントリークラブに来たら食べれますか。はい、食べれます。美味しい。はい、リンゴルフニュースのお時間です。はい、9月10月のリンゴルフオープンはこちら左のテロップに記載されてます。9月23と10月14日、この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ、以前ゆっこが出場した
ハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の取手国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいて、みんな楽しそうでした、ね。はい、100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくるのでぜひ応募してください。はい、はい、バイバイ。